皆さんこんにちは。こんにちは。本日は、はい、中日ドラゴンズの明るい未来のお話をしていきたいと思います。細川選手についてはどう？いやー、これは本当にね、花丸を何個あげればいいかなっていうね。本当にかっこいい。ちょっとね、はい、細川さんには僕怒られるかもわかんないですけど、うん、横浜 DeNA の時ですよね、はい、もちろんパワーはあるけど、ちょっと穴が多いなという感じでベンチから見てたので、正直中日ドラゴンズに来ても、まあよくて代打かなという感じで見てたんですけど、まあキャンプの時にもう打ちまくってたわけですよ。でも、シーズン入ると、まあ正直、やっぱりピッチャーも仕上がってくるし、ちょっと苦しむんじゃないかな、って僕は正直思ってたんですけども、ね、今じゃもう中心も中心もね、本当に欠かせない、もうね、いなかったら どうなるのっていうぐらい活躍してて、ただね、やっぱ気持ちがやっぱ現役ドラフトで入ってきて、みんな各チーム頑張ってるっていうか成績出してる選手多いじゃないですか、現役ドラフトで、やっぱちょっとやっぱ気持ちのメンタルの部分もかなり他の選手を比べれば違う気持ちで野球に対して、やってんじゃないかなという気は勝手に思ってますね。だからまあまあ一度もうね、もう野球人生なくなりかけたところで、っていうすごいもう開き直りの気持ちとか、もうなおかつ何倍も何倍もね、一生懸命必死でやるという姿が、今の結果なんですけど、高校はね、落ちない、まあ落ちてほしくないですけど、落ちないですね。いやー、彼だけですよね、打点、結構上げてる。勝負強いですよね。得点圏もいいですもんね。今で3、4、3とかにて、チームに1位は大島さんですけど。おー、さすが。はい、さすがですね。でも打点はもう細川さんがぶっちぎって。ぶっちぎりですよね。だっていつも見てても、そこしかね、なかなか点のところはついてないし。点から見ますからね、まあ、打点は。あ、でも、村松さんはどうなんですか？村松さんもいいですね。あ、いいですか？はい。で、まあ、石川高也がいて、今村松さんがいて、みんな若いですよね。みんな若い。ここはやっぱり、ものすごく明るい話題ですよ。間違いなく。村松さんのショートの守備ってどんな感じでした？ご覧になられて。僕は個人的にはそう。まあ、内野手でもないけど、セカンドの方がなんか動きはいいのかなという気はしますけど、まあその辺はね、本職の荒木コーチだとかね、人に聞かないと僕はわかんないですけど、ただちょっとね、全体的にエラーのね、数が今年多いので、まあそういうふうに見えがちなのか、キャンプで見たときはね、みんな上手かったですよ、ルーキー組は。まあまあ、荒木コーチもね、思ってたよりみんな動けるし、あとは、やっぱりそのゲームの中の経験だとか、ゲームの中の動きだけですねっていうのが、やっぱり今のシーズンの、まあちょっとこのエラーの数じゃないですかね。まあここはやっぱりなかなか練習では補えないので、自分でゲームで経験して、じゃあ、まあそれ、細かいこと点差だとか、イニングだとか、いろいろ、勝つためにはね、いろんなポジショニングとか、ここへ飛んだらどこへ投げるとかね、まあたくさんあるわけですよ、野球は。プロ野球は。はい。まあその辺はやっぱりゲームの中で、もちろん経験しないといけないので、まあそこのあたりの、まあ判断ミスじゃないですけど、判断力がまだちょっと、まあ経験不足かなという。福永選手はご覧になられていかがですか？いやー、すごいですよね。はい。打ち方自体はね、僕はそんな打ち方自体はちょっと首を回ってどうなのかなって最初思ってたんですけど、やっぱりそこそこ150ぐらいのストレートの高めに対してもうまく反対方向に打てるので、まあ皆さん言うのには反対方向に強い打球が打てる打者だな。ということで反対方向に打てる状態は、まず単純に三振が少ない、空振りが少ない、打者なんですよね。なおかつ、強い打球が行くということは、まあ野球っちゃ、
大体まあ、こう、ぐる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 一塁二塁三塁回ってます。まあ、反対方向の打球の方が、いい凡打と言われるので、役に立つ凡打が多いので、だからね、何番でも打てる打順に入れれるって、1番から9、極端に言うと9番まで。で、その役割を彼は全部こなせるんじゃないかという、タイプの選手。だから、キャンプの時はね、そんなに、わあ、すげえとは思わなかったんですけど、まあもう、来る人はね、やっぱ、選手はいいぞって。うん、ということで、やっぱ簡単に、ボンダしないというか、ボンダの仕方が、じゃあ次の打席に期待できるボンダ。まあ、結果的に、ヒットがつかなきゃボンダになるんですけど、まあ、内容のあるアウトのなり方っていうか、まあ、僕は、全試合見てるわけじゃないですけど、見てる試合ではやっぱり内容のあるボンダ、まあまあ結果的にはいい打席が多いという選手の一人。うん、まあ、そう考えるとね、ちょっと石川昂弥さんはね、個人的にはすごくやってるんですけど、ただもうやっぱり彼は4番打てる器だし、打ってもらわないと困る選手なので、ちょっとね、逆にボンダの仕方が4番打者のボンダじゃない打席が多いって。まあ、ちょっと崩されるとか、見逃すとか、簡単にストレートで攻められるとか。だから、まあ、そのあたりがまだちょっと、4番として考えてね。彼が3番とか5番にいればもうすごく一緒、もういいんですけど、やっぱチームの顔を4番にこれからなっていかないといけないので、まあそういうちょっとオーラとか雰囲気を打席の中でね、感じさせればもうフォアボールも増えるし、今度はね。フォアボールが増えるってことは率が残ってくるし、うん。ちなみに怪我の影響って感じるとこあります？中村さん見てて。ね、やっぱり怪我したの知ってるので、まあなんかまだ本調子じゃないのかなって、守備に関してね。はしますね。俺あとちょっと、まあ、知り合いが言ってたんですけど、あと絶対足遅くなってるって言ってましたね。うん、なんかやっぱり、ね、走るのも少し考えながらちょっと走ることに関してはやってる、まだやっぱりちょっと人体やってるかね、まあ、本人しか分かんないですけどね。いや、だから守備もあそこまで去年とかそこまで、あそこまでのエラー数じゃないですもんね。いや、でも、彼は、上手ですからね。そうだったんですか？うん。ほんと上手ですよ。スローイングももうすぐ安定もあるし、ただ、ちょっと状態が高いかなという感じはしますね。あと、一歩目の動きが、ちょっと、ってことですよね。気にして、まあ、もっともっと、動けるようになると思います。上手だったんですか？上手ですよ。うん。いや今はちょっとまあまあな数になっちゃってますからね。うん、やっぱ足だいぶ大変だったんですね。まあやっぱり4番も打っててね、サード中ポジションで、まあやっぱり正直口には彼出さないですけども、疲れもあるし、まあ、どこかコンディションが悪いところもあるかもわかんないですけど、まあ本当に彼はね、怪我に強いというか、少々のことはもう言わずにね、試合に出るタイプなので、まあそれがチームのエースであり4番であるので、まあまあ、多少疲れは来てると思いますけどね、正直。うん、続いて、うん、去年も大活躍だった岡林選手はいかがでしょうか？うんうん、ちょっとね、小波はありますけど、まあ、やっぱ去年よりは、まあ、数字的なものはね、ちょっと去年よりは悪いかもわかんないですけど、まあ、ちょっと細かい数字はわかりませんけど、やっぱり成長はしてますよね。まあ、というのはやっぱり、各チームやっぱり去年と今年、やっぱり攻めがね、やっぱり彼に対して攻めはやっぱり去年1年あれだけ打ったわけですから、今年は絶対攻め方が違うわけですよ。開幕当初ね、ちょっと去年と違うぞ攻め方がで、ちょっとね、調子を落とした時あったんですけど、スコアラーとか相談して、今年はこういう攻めになるなということを、もう自分自身分かってきたので、まあもうそんなには、スランプっていうことは今年ないと思いますよ。やっぱりもうちょっと盗塁してほしいです。うん。サイン出てなくても盗塁してほしいです。はい。勝手に。
はい、やっぱりもう少し年齢とか脚力とか打順とか考えるとそれでもまあ5つか6つでセリーグでねトップだとかなんか多分出てるんですけど、もう極端に言ったらですよ、もう塁に出たらもう盗塁、アウトとかそういう結果考えず、いける選手なんですか？いける選手だし、やっぱり行かないといけないですよ、まだ。これが、やっぱりね、30超えてくるとなかなか、まあ、今の大島さんがそうはいかないじゃないですか。これは仕方ないですよね。怪我することもあるし。ただでも、荒木コーチとかはね、もう本当に、出たらすぐ走ってましたからね。もう、瞬きしてもセカンドにいるぐらいの。でもね、正直ね、やっぱりアウトも多かったですよ。荒木コーチも最初出始めは。でもそこでアウトになることによって何かを得ることが多い。だからものすごく練習した一人だし、もう最後の方なんてね、ほぼセーフだったですからね。うん、走っていかないと、やっぱ上手くならない、うん。これこそ未来のための投手として。ね、出塁率はあるので、岡林選手も。まあ、僕は一時3番打ったらどうだとかね、勝手なこと言ってましたけど、やっぱ盗塁が少ない、しないんであれば3番打った方がいいと思ってたんですけど、もう多分1番固定でいくと思うので、大島さんが多分6番ぐらいになるので、多分あそこは多分もう変わらないと思うので、だから岡林さん本当ね、サイン見ないで盗塁しましょう。そういう目で見ようかね、はい、本当に、うん、やっぱり走らないとダメだと思う。キャッチャー木下選手は、マイペースですね。それはいい意味。僕はいい意味捉えてますけど、ちょっとね、去年よりね、守備の、まあ、盗塁を阻止するとか、ブロッキングだとか、そういう、キャッチャーとしての数字的なものは去年よりは全然、僕は見てていいと思います。動きもいいし、確かに。まあ、ちょっと打つ方がね、もうちょっと、だってまだホームランなしでしょ。ここが、ちょっと残念な。ということでやっぱり追い込まれたりすると、やっぱり当てに行こうという三振は嫌だっていう打撃になるので、彼はね、やっぱりね、もう二桁、まあ二桁って10本から99本までありますけど、10本は絶対打てる。20本は多分打てない。だからということは、まあ真ん中取って15、この境目ぐらいは絶対打てるんですよ。でも打たないといけないですよ。はい、うん。で、今ちょっと打順が6番、7番がありますけど、まあ仮に7番、8番にいるんだったら、僕はもっともっと狙いに行っても大きなスイングしても、僕は勝手に思ってるあれでいいと思う。やっぱそういう打者が8番にいる、なおかつキャッチャー。キャッチャーっていうのは、ある程度配球とかも読めるので、はい、もうそこを信じて思い切ってフルスイング。一個でも僕気にして、なんかすごいなと思って、二塁打は打たれてるんですよ、結構。一時チームでトップだったりとかされた、うん。木下ですか？木下さん。で、細川さんが最近抜かれてて、うん、木下さんはトップなんだって一時思ってた時代があって、で、今調べ直したら、去年の二塁打の数が1年で16本で、今年も11本なんですよ。二塁打、得点圏もまあ3割ぐらいになってるから、うん、ホームランを10本打ってくれたらもうこれ5番でしょ、こんな。いや、そこで打順を上げずに、7番、8番に、まあ置けるんだったら置いといて、やっぱ5番だと、やっぱりランナー多いとこ多いので、そんなにしょっちゅうホームラン狙いに行くとかね、そういうバッティングの考えたスタイルはやっぱりちょっと難しいので、まあ7番、8番あたりは、もう狙えるチャンスはたくさんあるので、8番は次はピッチャーなのでっていう。いろんな条件を考えると、やっぱり7番、8番に置いといて、もうもちろんホームランと三振はもうワンセットですから仕方ないんですけど、やっぱり彼がやっぱり2桁、トータルですよ。うん、1ヶ月で10本打てって言ってたわけじゃない。中村さんだって2桁は打ってましたからね。まぐれでね。いや、まぐれじゃ、まぐれじゃ10本は打てないですよ。まぐれで10本は打てないです、うん。でもね、打てる力あるんですよ。そこは、ちょっと今年はもったいないかなって自分は、まあでもキャッチャーとの、配球は別として、キャッチャーとしてはやっぱり立派にやってると思うので、うん、配球別としてっていうのはどういう意味ですか？配球はやっぱりやっぱ勝てない、チームが勝てない時ってさ、やりたいことがキャッチャーって意外とできないんですよ。
安全な方に行くというかね、もうそれも無意識のうちに安全な方に行くってことは、頭の中に考え方でマイナス思考の考え方がすごく多くなってるんです、うん、あここで打たれたらここでフォアボール出したらどうしようとかね、まあ、そことの戦いにやっぱり勝てない時っていうのはもう戦うわけですよ。素朴な疑問なんですけど、はい、うん、キャッチャーの皆さんって勝ってる時の試合のが疲れるのか、それとも負けてる時の試合のが疲れるのか、こうなんか点差の開きで疲れ方が違うんじゃないかって。それは試合後のことですよね。そうです、試合中じゃなくて、試合中じゃなくて終わってから。それはやっぱり負けた方が疲れるでしょ。やっぱり1対0ゲーム中はしんどいですけど、勝った時はね、うん、倍やっぱり喜びがあるので、まあ、はい、本当に1対0っていうのはもう醍醐味じゃないですか、ピッチャーとキャッチャーまして その1点を自分が打ったりピッチャーが打ったね、はい、2人で野球やったんじゃねえのぐらいの、うん、まあ、最近では1対0でなかなかね、はい、難しくなってますけど、それはやっぱり負けるとね、やっぱりマイナスのことばっかり考えるんですよ。あ、ね、やっぱ寝つきも悪いし、ご飯食べてもね。だってキャッチャーってあれですよね、4対5でも勝ったらもう全然 OK っていう感じに なるっていう。そこが唯一のキャッチャーのいい意味で逃げ道です。でも3安打打っても、そう、負けたら、負けたらダメです。いやだから木下さん今めちゃくちゃ辛いってことですよね、こんだけ負けてるから。まあまあ、ここが、まあ僕はあの去年も言ったけど、いや今年が彼にとって本当に確実にレギュラーとね、反抗をされる年なんですよね、うん、約3年ぐらい頑張ってるから。やっぱり1年ごとやっぱりなんか、まあ、これ谷繁さんもよく言うんですけど、やっぱキャッチャーとしての壁、キャッチャーとしての何々で、キャッチャーとしての壁、野球選手、選手としての壁じゃなく、今後ずっとプロ野球のキャッチャーでやっていくキャッチャー独特の壁があるわけですね。これたくさんあるわけですよ、年々。それが今ね、やっぱチームの調子が悪い、連敗が、これが一つの壁なんですよね、キャッチャーの。まあ、木下は今本当にいい意味で、何でもいい意味つけたらいい意味だって最近言われたので、よく聞きますね、いい意味でって。いい。中村さん、それよく。いや、最近誰かに、とりあえず、そうそう、なんか喋るときな、いい意味でをつけたら、大抵みんな許してくれるっていう。言ってるわ。はい。だから、いい意味で、いい意味で、やっぱりその、木下はやっぱり乗り越える、今は本当壁にぶち当たってるというね。なるほど。今木下に何か助言をするっていうのは、もう勝つというより負けないようにすればちょっとまた方向性が見えてくるんじゃないかなという、ね、感じはしますけどね。でも彼は性格も明るいし、いいキャラしてるし、うん、まあ、結構ね、でもね、あんな感じですけど、結構悩むのは悩んでるので、まあまあ、悩まれてるだろうなと思って見てますけど、うん、あんな感じって知らないですけど。僕もまあ自分とこう木下が、まあ、どっちかというと暗いというより明るいキャラだったので、うん、でも、うん、やっぱその、ね、暗くなりたい時もあるんですけど、まあ、これじゃダメだろうなと思って、まあ、木下も今ちょうどね、そういうとこにただ壁に当たってるだけなので、悪いわけじゃないので、そこは自分で頑張って一緒にこう乗り越えてもらいましょう。パターン化されるとやっぱ読まれやすくなるので、相手のバッターに悪い配球じゃないんですけど、同じことをずっとやってたら相手にバレちゃうので、それがまあ悪い位置では悪い配球っていう、だいろんな、まあ、キャッチャーじゃん、まあ、いろんな引き出しを持ってるね、キャッチャーの方がね、バッターとしてはちょっと絞りづらいところがあるので、まあ、あるバッターはね、まあ、宮本慎也さんなんで、ピッチャーよりキャッチャーと勝負するタイプでしょ。多分、そういうこと言ってたと思うので、いるんですよ。結構ね、今日キャッチャー誰って、大島洋平とかもそうなんですけど、まあ、阪神で今、梅野くんと坂本くんで、今日キャッチャーどっちとか、まあ、頭にあるんですよね、大体。で、ピッチャーのことはあんまり気にせず、キャッチャーを気にする、まあ、落合博満さんもそうですよね。まあ、そういう宇野さんとかで会話してることは、まあ僕はスッと通りましたけど、はい、スッと通りましたけど、あそこキャッチャーを気にしてんなっていう。本木さんそういうおっしゃってたよね、キャッチャー、もうキャッチャー、やっぱり色が出てるんでしょうね、無意識に。いやもう
中村さんは、追い込むと、やっぱ自然とインコースに行くっておっしゃってました。いや、まあ、中村さんって、当時、ボスがいたので、ボスの顔色見たらみんな配球わかるんだけど、ちょっと怒り出したから、これインコース多くなるって。一応、こう、ピッチャーみたいに、ボスの顔見ながらみんな打席立っちゃう。皆さんに大切なお知らせです。6月4日に開催する名古屋でのファンミーティング、チケットの先行予約が始まりました。詳細は概要欄まで。